4アセトアミド暗測鉱酸とは、その名の通り、4アミノ暗測鉱酸と酢酸とが脱水縮合して、アミドを形成した有機化合物である。この化合物には、アセドベンという慣用名も与えられており、この名で呼ばれる場合もあるものの、本校では、以降、4アセトアミド暗測鉱酸という呼称を用いる。CAS 登録番号は、からから 4アセトアミドソク鉱山の極限構造式。4アセトアミドソク鉱山の分子模型。黒が炭素、赤が酸素、青が窒素、白が水素を表している。4アセトアミドソク鉱山の化学式は CQHQ の3であり、モル質量は179.17266である。常温常圧では固体であり、水への溶解度は1.36である。また、 約摂取260度で分解する。このほかアミドを加水分解することも可能であり、この操作によって4にアミド安息鉱酸と酢酸,酸とに分かれる。ラットにおける4アセトアミド安息鉱酸の半数値死量は1.1615であった。これは4アセトアミド安息鉱酸のモル質量は179.17266なので、体重 1kg あたり。 4アセトアミドソク抗酸を約 208.11g 投与したとき、ラットはその半数が死亡することを意味する。4アセトアミドソク抗酸は抗ウイルス薬で免疫増強薬でもあるイノシンプラノベクスの抗生成分の一つとして配合されている。なお、製剤中では4アセトアミドソク抗酸は持つカルボキシモトと一時メチルアミノマイナス2プロパノールの 第3級アミンが持つ孤立電子体とで使用を形成した状態にされている。ABC4、アセトアミードベンゾイックアシッド、ハット ABCD4、アセトアミードベンゾイックアシッド、4、アセトアミードベンゾイックアシッド、ありがとうございます。